ガイウス・アウレリウス・ワレリウス・ディオクレティアヌスは、ローマ帝国の皇帝である。帝国の安定化に努め、三世紀の危機と呼ばれる、軍人皇帝時代を収集した。その過程でドミナートゥスを創始し、テトラルキアを導入した。また、帝国内に勢力を伸ばすキリスト教とマニ教に、対して弾圧を加えた。ディオクレティアヌス像最高価格例の断片。 ダルマティア族州の族州とサロナの生まれ。ディオクレティアヌスというのは皇帝になる際につけた名で、本来はディオクレスという。一兵卒からプライフェクトスプライトリオにまで出世し、先帝ヌメリアヌスの崩御後、軍に衰退されて小アジア西北のニコメディアで皇帝に即位した。また、プライフェクトスプライトリオであったルキウス・フラウィウス・アペルをヌメリアヌス暗殺のトガにより処刑した。 当時、広大なローマ帝国の統治と防衛を単独で行うのは困難だと考えられた。そこでディオクレティアヌスは286年に軍の同僚だったマクシミアヌスに皇帝権を分与して彼を政法を担当する政帝とし、自身をニコメディアを拠点に東方を治める政帝とした。ここに東方政帝と政法政帝による帝国の分担統治制度が確立した。 さらに292年、それぞれの皇帝が、聖帝として、副帝を任命し、彼らにライン側とドナウ側の防衛線の維持に当たらせた。この制度は、テトラルキアと呼ばれ、帝国は事実上4人の皇帝によって、統治されるようになった。だがこの制度は、ディオクレティアヌスの巧みな政治手腕によるところが、大きかったため、彼が引退するとその均衡は、崩れ、 帝国は再び混乱した。彼らは国境防衛に便利なように前線にほど近い都市に宮廷を置いたため、すでに荒廃していた首都ローマの重要性はますます低下し、ローマ帝国の重心は東方に置かれるようになった。298年ペルシアと交はメソポタミア地方、ティグリス川悲願に一帯をペルシアからローマの統治下へ繰り入れ、イベリア地方を影響下に置く。 ディオクレティアヌスは皇帝権と帝国防衛を強化するため自らの軍事力を増強した。当時は軍人は政治家でもあったが武漢と文官を切り離すなど官僚性を整備した。これにより軍人は軍事に専念できるようになり軍事行動が迅速化した。合わせて属州をおよそ100程度に再分割し属州総督の権力を削減した。 これ以降の訂正を、こうした先制的な皇帝が官僚制を通じて、人民を支配した構造からドミナートスと呼ぶ。官僚制の整備によって、軍政と民政が分離したことで、俗州の自立は抑えられた。この軍政と民政が分離する構造は、東ローマ帝国にも受け継がれ、7世紀のイスラーム勢力侵入に合わせて、軍艦政が導入されるまで続いた。 ディオクレティアヌス以降のローマ帝国における市民に課される税はユリアヌス帝の時代を除けば厳しくなる一方であった。土地、人口の調査が行われ、土地税と人頭税が導入された。この二つは後に結びついて、カピタティオユガテオ制へと至った。課税強化の他にも最高工程価格の設定、手工業者に対する統制。 公設の奴隷市場開設など様々な経済政策が打ち出された。ディオクレティアヌスは、領土の拡大や分担統治により、民衆が国への貴族心を失いつつあることを危惧し、皇帝権力の強化と愛国心の定着を図るため、自らをユーピテルの子であると宣言、皇帝崇拝と合わせ民衆に、ローマの神々を礼拝することも義務付けた。なお、ディオクレティアヌス地世紀は、 政府、軍内部のキリスト教徒が増加しており、混乱を防ぐため、当初はローマの神々を礼拝すれば、キリスト教の信仰を保っても良いとするなど、融和的な政策を行った。しかし、キリスト教徒は皇帝崇拝を無視しローマの神々を礼拝することもなく、キリスト教徒の兵士が軍から離脱するなど、反逆行為が多発したこともあり、 キリスト教に警戒感を抱くようになった。そして303年にリオクレティアヌースはローマ全土に対してキリスト教徒の強制的な回収、聖職者全員の逮捕及び投獄などの勅令を発した。キリスト教徒への抑圧が全土で行われ、その聖書は焼却、教会は破壊されて財産は没収となった。それはかつてない規模で行われ、 に対しし公然とと反抗したとみなされるキリスト教徒は処刑され、その数は全土で数千人を数えたという。また、その報復として、キリスト教徒によって二度にわたり宮殿放火が企てられている。キリスト教師を編纂する側は、このことを最後の大迫害と呼ぶ。このため、エドワード・ギボンのローマ帝国水防守において再評価されるまでは長年にわたって、 暴君としか見なされなかった。305年、彼は健康を崩したこともあって退位し、アドリア海に臨むサロナ近郊のアスパーラトスにディオクレティアヌス宮殿を作って陰性し、311年12月3日にそこで奉行した。古代の歴代ローマ皇帝の中で退位した例は彼の他にはほとんど存在しない。ディオクレティアヌスの母の名は一説にディオクレア。 父の名は明らかになっていないが、身分に関しては、元老院議員アヌリヌスの解放奴隷であったことが判明している。ディオクレティアヌスの妻プリスカの実家については何も知られていない。しかし、ディオクレティアヌスがアスパーラトスに引退した時、プリスカは娘のガレリア・ウアレリア、その夫で娘婿であるガレリウスと共に、テサロニカに泊まったものと思われる。娘のガレリア・ウアレリアは、 ガレリウスの二番目の妻である。ガレリウスの対ペルシャ戦に付き従い、軍営の母の称号を得た。夫妻の間に、実施はなく、ガレリウスの諸子であるガイウス・ワレリウス・カンディディアヌスを、養子に迎えている。つまり、カンディディアヌスは、ディオクレティアヌスの地の繋がらない義理の孫にあたる。百十一年に、ガレリウスが死亡した後、リキニウスにガレリア・ウアレリアと、プリスカの世話が委ねられたが、 二人は、ガレリウスの老いである、マクシミヌスダイアの宮廷の逃亡。その後、マクシミヌスダイアから、ガレリア・ウアレリアは求婚されるが、再婚を拒んだ彼女はちょうど、同時期に娘を訪ねていた母プリスカと共に、シリアに追放される。その後、マクシミヌスダイアはリキニウスに敗れて死亡。母子は、ガレリウスの親友であったリキニウスを頼ろうとするが、リキニウスは二人を拒絶し、 欠席裁判で死刑を宣告される。ガレリア・ウアレリアと、プリスカは15ヶ月の逃亡の後、テサロニカで捕らえられ斬首された。ガレリア・ウアレリアの養子ガイウス・ワレリウス・カンディディアヌスも313年に、リキニウスによって殺害されている。これにより、ディオクレティアヌス直系の血筋は娘ガレリア・ウアレリアの、代で断絶している。なお、プリスカとガレリア・ウアレリアは、 キリスト教に経している、テトラルキア、ありがとうございます。